スペイン一部レアル・ソシエダは現地時間8月28日にラリーが第3節でアラベスと本拠地で対戦し、1対2で敗れた。先発復帰した日本代表 MF 久保建房は DF を引きつけながらのドリブルで先制点の起点になるなど奮闘したが、現地での評価はメディアによって二分する結果となっていた。ソシエダは前節のエスパニョール戦、1から0、で、 途中出場だった久保の決勝ゴールによって今季初勝利を挙げた。しかし、アラベス戦では前半29分にキャプテンの FW ・ミケルをやるサバルが相手の足を踏みつけたとして一発退場となり、試合の残り3分の2の時間を数的不利で戦うことに。それでも、ソシエダは前半32分に試合の均衡を破る。久保が相手を引きつけながらドリブルで運び、そこから MF ・マルティン・スビメンディ、 MF セルヒオ・ゴメスへとパスを展開。そして、左サイドからゴメスが上げたクロスを MF ブライス・メンデスが押し込んだ。だが、前半終了間際に PK で追いつかれると、後半32分に勝ち越しゴールを許し、痛恨の逆転負けを喫した。スペイン紙、ムンド・デポルティーボは、 怒っていても、やはり彼は優れていると前説スタメンを外れたことで怒りをあらわにするゴールセレブレーションを見せた久保を改めて絶賛。ラレアルは退場者を出した後で彼の魔法にすがり、素晴らしいプレーで1-0とした。他にも、シェラルド、ベッカーへの見事なパスなど価値あるアクションを見せた。彼にはこれ以上のことはできなかった、とその奮闘を称えた。一方、エルデスマルケ。 死の祭典では GK アレックス・レミロが8点、得点を決めたメンデスが7点と高い評価の中で、久保は5点にとどまり、試合中、ほとんど姿を消していた。アラベスの守備に抑えられていたと絡めの評価を下されていた。ソシエダはこれで開幕3試合を終えて1勝2敗、暫定12位と苦しい新シーズンの立ち上がりとなった。